パシフィック・バンタム級王座決定戦同級1位ナスカワ天心・天ン定権、10回戦、同級2位ジェルウィン・アシロ、フィリピン、2024年10月14日東京有明アリーナ、世界戦7試合を含む2日間興行の公,の公式記者会見が11日、東京ドームホテルで開かれ、プロ5戦目で初のタイトル戦に挑むナスカワ天心・天ン26イコール定権、ラ16選手が出席した。 23年4月のプロボクシングデビューから4戦全勝 2KO のナスカワはデイ2、14日のセミファイナルに登場。獲得すれば日本国内での世界挑戦資格を得られる地域タイトルの WBO アジアパシフィック王座をかけジェルインアシロ、23イコールフィリピン、9勝 4KO と対戦する。体調もコンディションもすべてよく、全部整えてきた。 あとはあさっての計量を待つだけになっていると現状を話した天心は、前回、7月、しっかり慶応できた勢いというか、その流れで引き続きやってきた。トレーニングだけでなく、世間ともしっかり勝負してきた。しっかり回収して、必ず良い結果で終わらせたいと独特の表現で意気込んだ。試合内容に関しては、こういうイメージで生きてきた、というのをぶつけるのが格闘技と思ってる。 それが合っているかどうか確認をしたいと話し、アピールポイントは、ナスカ天心という現実を皆さんに見せます、の一言で締めた。また、今後について問われると、このベルトを取ってからいろんなことを話せると思うので、これを取ることが一番と思うと前置きしながらも、来年、どこかで。今、日本人がバンタム級の4つベルトを持っているんで、誰というのはないけど、全員狙ってます。 ときっぱり同じ工業に出場するバンタム級の WBC 王者、中谷淳と MT、や WBA 王者、井上拓真、大橋、お前に宣戦布告した。対戦相手の印象についての質問には、クールでかっこいいと僕を思ってもらってると思うとまさかの自画自賛。試合前、睨み合うとかないんで。僕たちは尊敬や敬意を持って戦おうと思ってますし。 いい試合にしたいと話すと、足路から、ファッションが素敵で、ファッションが好きなんだなとわかる。友達を大切にする方なんだなと返され、まんざらでもない表情を浮かべた。下向き黒三角足路トレーニングは順調で体重も問題ない。この試合にぜひ勝ちたいと思っている自分のキャリアにとって重要な節目になると思っているのでベストを尽くす。入念にトレーニングを積んできた。 その結果を試合で見せたい。いかにスキルがあるかをお見せしたい。